腹竹目は、キノコの分類。小実体は、柄と傘からなり、井口かは、しっかりしているが、それ以外は柔らかく壊れやすい。虫に食べられていることも多い。傘の裏にはヒダ、もしくは観光があり、そこから胞子を飛ばす。ヒダや、観光は、陽菌では白いものが多いが、胞子が成熟すると色が変わるものも多い。胞子の色は、ドガを調べる重要な手がかりになる。 松茸や椎茸等、食用になるものも多いが、毒キノコの大半が原茸目に属している。この分類では、扇茸かと、井口かが、井口目になるが、井口目と、原茸目はかなり似ていることがわかっている。一方、紅茸かは紅茸目だが、紅茸目と、原茸目はかなり遠いことがわかっている。その他、ロルフシンガーは、原竹目の下に原茸、原竹あも イグチアモク、ベニタケアモクを置くなど様々な分類が存在する。日本の多くの本では、近海新菌門端子金アーモン新生端子、近攻防金あずなに分類されている。これは古い分類である。ありがとうございます。